右方向です。はい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 、左方向です。山田川、あ、いや、わしの山田川、あ、山田川が流れておりまして、安いよ、もういらまーぶん。これどうやらまた有料道路に私を誘おうとしてるね。それかよ、それかよ。じゃあ普通に行こう、普通に有料道路じゃない、これ行こうね。でこれで、セントラル福野、およそ500メートル先、左方向です。こちらだ。もうちょっと先の方のがいいの。福野の市街よりはそっちの靴の先の方のがいい感じかな。なるほどね。うん。あん。あなたも古い建物だね。左方向です。古い建物なのこれ。公民館かなんか。ここ。お。1.5 キロ道なりです。これは有料道路を選ばなかったやつへのあれかな、仕返しかな。またあれかな。大丈夫かな。まあまあでもそこまで細い道でもないし。より早い経路が見つかりました。5分短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。またなんか有料道路にいざなおうとしてるみたいですね。いや、その手には乗らないよ。悪いだね、君。そのまま毎回。400メートル先、八坂東を左方向です。うーん、そこの交差点ね。左方向です。これ右じゃねえかよ、やられた。こいつほんとほっとくと、あぶね、気抜くとまた有料道路に勝手に誘導方法書いてある。怖え。3キロメートル道なりです。
今この案内の高岡っていう文字が見えたんで、あれ思ったら、やっぱしだ。こっちからだ、全然行けるんだ。まして、今行こうとしてるのは高岡の、東側の方ですかね。なんとスーパーゴール。スーパーゴールすごいな、重いですね。まあ、見えもね、農道はありますけど、ミルク農道とかもそうですよね。広域農道っていろいろあります。スーパー農道ってすごい響きだな。そんなにスーパー感感じなかったけどな。あ、せめてなんと高機能度ってなったら、これがまさか100メートル先上の左方向です。これはスーパーノートなのかな、これ自体が。はは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 。そういうことなのかな。これはなかった方がいいのかな。左方向です。あ、スーパーノート通り行くじゃないか。よし。これがスーパー農道か。どうか、ついに私はスーパー農道だったのか。これは脳の道を極めし者が使うという伝説の農道、スーパー農道。なんだ、剣道みたいなあれか、柔道みたいな感じで農道。脳の道は険しいのである。うん、カブラーズ社聞いたことあるなんて。こっちの方か、そこがカブラーズ社なのか。